着しました。ホテルめっちゃドキドキしてる。ということでお部屋です。うわーい、ちょっとこっちですよ、こっち。ここカーテン開けるのが楽しみすぎる。カーテン開けちゃいます。あっ、うわうわー、これ夜めっちゃ楽しみ。じゃーん、22階からの景色です。綺麗。あれあれやろ、レインボーブリッジやろ、お台場やフジテレビや。夜がどんな感じでライトアップされるのか楽しみなレインボーブリッジ。そしてあのマルコやつ、あれフジテレビのやつじゃない。私ちょっと夜景とかにときめいてしまう女でして。見てベッドも、どれかいベッド。この後ですね、アフタヌーンティー付きのプランにしたのでアフタヌーンティーが来るんですけど、めっちゃ楽しみ。それまでルームツアーしていこうと思います。ここでお仕事もできるってわけですね。どの道編集をするつもりなのでここでやろうと思います。そしてこっち、じゃん、ここお風呂です。もうこれも見てほしかった。いきます、オープン。このガラス張りのシャワー見てほしいのはこっちか右か。は行くで行くで行くで、みんな行くで、せーの、じゃん。うわ夜景見ながらお風呂か、最高じゃないですかこれ。うわちょっとほんまに楽しみよ。ちょっとアメニティ情報を見ましょうか。この中は綿棒に、あ、これはシャンプーハットか、なんやこれ、よくわかんないですね。コットンパフみたいなの入ってる。ヘアブラシにシェービングクリームやって、ボディータオルに、え、すごくない、これヤスリついてる、爪ヤスリ。これ何、かかと掃除するやつ、全然ちゃうかった幸運です。シェーバーに歯ブラシ、楽しいなお風呂場。なんか海外に来た気分になるよね、こういうホテルって。入り口でね、こんな感じです。ここがクローゼットかな。うわ、バスローブや、わこれ着ちゃおう。かわいいパジャマがある、これ着よう夜。よいしょー、来たー。ホテルでアフタヌーンティー憧れやった、めちゃめちゃ美味しそう。ジャムとそしてティーも、え、めっちゃあるけど、たくさん選べるけどどうする。はい、というわけでアフタヌーンティーがいただきました、嬉しい。そしてそれに合わせて、じゃん、ちょっとおめかしスタイル、絶景やねんけど。それではいただきます。うん、めっちゃいい香り、熱っ。ちょっと待って、アフタヌーンティーの食べ方ググらせてくれへん。食べる順番も基本はサンドイッチ、スコーン、ペストリーの順です。あくまでも基本ですから、どの順番でも食べて結構でしょうって書いてある。まあ一応下から順番に食べていくのがいいっぽいな。あ、それだけ抑えたらもうあとは楽しむのみですね。いただきます。え、めっちゃ美味しい。うん、美味しい。一口でいけてしまうんやけど、ちょっと切り分けます。中に何入ってんのか見たいし。あ、一口でいった方が良さそうだ。美味しかった。あっという間に食べてしまった。7時からご飯なので、まだあと3時間以上あります。ゆっくりしよう。うーん、最高。あっとーい。よっ。バス旅やってる。日が落ちてきました。めちゃめちゃ綺麗、夕焼け。なんかめっちゃ可愛い船。何あの柄、ピンクと緑みたいな船。船乗りたー。あっちの方に日が落ちていくのが見えるんかな。いやー、雲の形めっちゃ綺麗じゃない、あれ。めっちゃ綺麗な雲の形してない。どうでもいいかそれは。楽しいなー。こう真下ちょっと怖いね。真下ちなみにこんな感じです。お邪魔だけど。
ちゃ撮ってきました。やばないこのゴージャス感。上質ビーフにお寿司に天ぷら、そしてバーベキュー。バーベキューしちゃってるよここで。私焼きたてのパイ包みスープみたいなゲットしました。サラダも見ていく、シャカシャカということで、いただきます。美味しそう。乾杯。デザート、そしてビール。いただきます。乾杯。ありがとうございます。嬉しい。言ってくれてる名前、嬉しい。パンパンで帰ってきました。ごちそうさまでした。美味しすぎてめっちゃ食べてしまって、もうパンパンやねんけれども、見てください。じゃーん、レインボーブリッジ。やー、見えますでしょうか、あそこに観覧車が。うおー、よいずっと眺めてられるな。じゃん、着替えてきまして、ちょっとね、なんかその辺、下ら辺お散歩行こうかなと思って、下で夜景見てこようかな、一人で。綺麗よな、もう一人で見ても綺麗やからな。うん、ちょっと行ってくるわ。降りてきました。何これ、この道は一体何の道なんやろ。綺麗やな。楽しそう。どこ行くんやろ、クルージング、船に乗って旅行かな。うわ、楽しんできてくれ、いいな。立花丸かっこいい。毎年毎年なんか楽しかったなっていうのを更新してるので、今年1年もねめちゃめちゃ楽しい濃い年にしたいと思います。ご一緒に今年1年も楽しめたらいいなと思ってます。立花丸ね、調べたらね、伊豆諸島に行く船らしい。いいな、私まだ行ったことないから行ってみたいな。そういうちょっと島系も行きたいよな。あー、よかった、出航シーン見れて満足じゃ。待ちましょう。
なんか大人の誕生日の過ごし方してる気がすんねんけど。あっという間に28ですね。私は元気に100歳まで生きたいので、そう思ったらまだ人生の3分の1も生きてないや。いろんなことあるけど、でもやっぱり楽しいなとか嬉しいな、やったーみたいな気持ちって生きてるからこそ味わえるから、元気に100歳まで生きたいな。着てみました、バスローブ。全然似合いません、バスローブ。私さ、自分が着慣れたパジャマが好きやから、見て持ってきてん長ズボン。ベッドがでかい。いつか自分家にこんなでっかいベッドを置くのが夢や。テレビ見ながら、まあ、ゆっくり休もうかなやねんけど、夜景楽しみながら編集しようと思いますやりますか。やります。まあ無理ない程度にね、やろうと思います。8月29日当日はこんな感じで過ごしていました。おやすみTroubles disappear. 朝です。おはようございます。うわー、めっちゃ綺麗。これから朝ごはんに行ってきます。お腹空いた。行ってきます。お腹空いた。行ってきます。する格好してんねんけど、チェックアウトが3時までのプランで、めっちゃゆっくりできるから、3時までね、こんな格好でゆっくりしようかなって。今年は海に行ってないので、この景色で海に行った感じ楽しんどこう。あ、ヘリコプター。の一泊二日でした。穏やかな気持ちになるね、海見てたら。東京湾か、海ちゃうか、東京湾か。28歳の私もよろしくお願いいたします。とても逆光ですよね。はい、パンパンや、キャリーバッグパンパンや。なにこのパンパンや。ありがとうございました。帰ろうか。帰りましょう。Forever, keep taking my time through boxes and light.
We were so good at flying, but we can't keep flying.